県内では新たに499人の新型コロナウイルス感染が確認されました。病床占有率は県中部で過去最高を更新しています。今日の新規感染者は499人で、日曜日としては過去最多を更新しました。自治体別では静岡市が94人と最も多く、次いで富士市で63人、 浜松市で59人などとなっています静岡市では高齢男性1人の死亡が確認されましたまた、長泉町の高齢者施設と牧之原市の保育園で新たなクラスターが発生しました県内の病床使用率は県中部で80.8%と過去最高を更新し県全体では72%と逼迫しています